ラーバーオートモーティブ、ホールディング一般的な名称として、ラーバーは、ハンガリーの自動車メーカー。納期や鉄道車両、土木機械用の車軸、橋梁やサイロなど自動車以外の設計と製造も行っており、JL モションショプロン兼 JL 日本社を構える。1896年に、地元投資確認によって設立される。1899年。 ラーバは外国への輸出を開始する。エジプト、東インド諸島、南部アフリカに鉄道の客車をオランダのアムステルダムとベルギーのアントワープに路面電車の供給を行う。また、ロンドン地下鉄の車両はラーバで製造が行われており、ロンドン地下鉄は合計90両以上の列車を発注している。1904年に自動車製造として初となる。 ガソリンエンジン仕様のトラック製造が開始されており、設計にはフェルディナント・ポルシェも承知している。1914年、同社は最初の乗用車、ロバ・アルファーの製造を開始しており、オーストリア・ハンガリー帝国提出は、皇帝家ある一水がプライベートで使用するためと区別に設計されたロバ・グランドを発注している。1940年に航空機の開発をしており、 合計12機の偵察機 WM-21 ソリオムを製造。この他、試作機レベンテツも開発しており、1942年まで移動式の列車製造工場において27機のソリオムとフォッケウルフ29機を製造している。1941年にはシュコダ T-21 戦車のライセンス生産であるトゥラーン戦車の製造を開始。 1942年、メッサーシュミット製造プログラムが開始されており、メッサーシュミット BF109 とメッサーシュミット目210、410の製造が、ダヌビアン航空機工場と共同で開始される。1948年、テオシトロッコの製造を開始したことにより、納期製造が停止される。1963年、エンジン製造に関するライセンスを、 ハンガリー政府が購入し、列車製造工場はディーゼルエンジン製造工場へ変更され、幹線道路向けトラックの迅速な開発が促される。ラーバのトラックは、1967年にルノーやマンなど、トラックメーカー数社が参画したコンソーシアムとのライセンス契約を締結したことにより、西ドイツのマンから提供されたキャビンを使用していたが、1980年代から、 ダフの会241シリーズのキャビンも使用されている。1997年政府と民営化へ向けた協議を行った結果、ブダペスト証券取引所に上場を行う。ありがとうございます。